呼び出して悪いわね、はるか。いえ、大丈夫です。それで今日は一体何の話ですか？あの、今日は一緒に行ってもらいたいところがあるの。私、はるかちゃんに綺麗な景色を見てもらって元気になってもらいたいなって思ってて。みのり、わかった。気を使わせちゃってごめんね。帰りが遅くなるといけないから、あんまり遠くには行けないと思うけど。大丈夫、すぐに行けちゃう遠くない場所だよ。え、ちょっとみのり、どうして手を握って、って。それじゃあ、行こう、はるかちゃん。私たちの世界に。その光は、もしかして。やっぱりここに。でもみのり、どうしてまた。みのり？みのりはどこ？桃井先輩、ひなもり先輩、みくちゃん、りんちゃん、練習通りよろしくお願いします。頑張りましょう。任せて。ステージの上にみのりたちが。こんにちは、花里みのりです。突然ですが、私には憧れのアイドルがいます。それは桐谷遥香ちゃん、あなたです。遥香ちゃんは私にたくさんの、とってもたくさんの希望をくれました。でも、はるかちゃんは今、とっても苦しくて、辛い気持ちになってて、悲しい顔をしていて、せめて少しでも、前を向いて進めるようになってもらいたい。そう思って、このステージに立ちました。今日は、精一杯ライブします。よろしくお願いします。最後まで聞いていってね。最高のライブ、見せてあげるわ。心を込めて、歌います。聞いてください。デビューして初めてのソロ曲なのに、どうしよう、すごく緊張してる。みんなが楽しみにしてくれてるのに、失敗したらって思うと。ううん、希望を届けるアイドルが、そんな風に後ろ向きになっちゃダメだよね。行こう。みんな、今日は来てくれてありがとう。精一杯頑張って。あ、どうしよう、声が震えて。今から一人で歌わなきゃいけないのに。え？ペンライトが全部青になって、綺麗。そうだ、私が届けるだけじゃない、みんなが私に力をくれるから、私はアイドルでいられるんだ。もっともっとみんなに返したいな。みんなが作ってくれたこの景色に応えられるように、私は全力でステージに立ちたい。みんな、応援本当にありがとう。
みんなの思い、ステージまで届いてるよ。私もここから精一杯届けるね。そう、あの景色が、みんなの思いがあったから、私は。はるかちゃん、ライブは楽しめてる？みんなたっくさん練習してたんだろ。それに見て、青い光があんなに遠くまで見えるよ。ミク、リン、そうだね、私の大切な景色と同じ。ステージの上から見たらもっと綺麗だって分かってる。だけど、それは無理なの。ただステージの前にいるだけでもこんなに足が震えてる。それなら私の手を掴んで。え？あのね、はるかちゃんは私にたくさんのものをくれたんだよ。子供の時、はるかちゃんみたいになりたくてダンスの練習を始めたの。運動は苦手だったんだけど、やってたらだんだん楽しくなって、気づいたらダンスが大好きになってたんだ。はるかちゃんに会いにライブに行ったら友達もたくさんできたよ。遠くの県に住んでてあんまり会えないけど、その子たちとは今もよく連絡取ってるんだ。それにライブではるかちゃんに初めてファン層をもらった時は嬉しくってドキドキして泣いちゃって、誰かを好きになることがこんなに嬉しいことなんだって初めて気づけたんだよ。それからはるかちゃんは私にアイドルになるっていう夢をくれたよ。私ができることはこれくらいしかないけど、この景色を見て前を向いて思い出してほしいの。明日はきっといい日になるって信じてほしいの。みのり、はるかちゃんはどうしたい？私はステージに上がりたい。もう一度あの景色が見たいよ。はるかちゃん、ほら、みなりちゃんの手を取ってあげて。きっと大丈夫。私たちもはるかちゃんがステージに上がるのを手伝うから。せーの。私、ステージの上にいる。でも、やっぱり震えて、立てない。なら、何度でも支えるわ。そのために、私たちがいるんだから。腕を回して、愛梨ちゃんの方にも。そうそう。一人で無理なら周りに頼りなさい。ほらはるか、そんな足元ばっかり見てないで、振り返って前を見てみなさいよ。あ、綺麗。この光は全部はるかちゃんがくれた希望の光なんだよ。私がアイドルを目指せてるのも、ここでライブができたのも、先輩たちと一緒にライブができたのも、全部はるかちゃんに希望を届けてくれたから。はるかちゃんがいなかったら私もこの景色を見れてない。この光の数だけはるかちゃんは私に希望を届けてくれたんだよ。だから何度だって私は伝えたいの。本当に本当にありがとう、はるかちゃん。私に希望をくれて。私が希望を？そっか、ちゃんと届けられてたんだね。
はるかちゃん。あれ？スマホが。ん？アンタイトルが光ってる？